富士急ハイランドにある絶叫コースター高飛車の映像が海外で話題です。富士急ハイランドは4大コースターといわれる絶叫マシンの富士山、ドドンパ、ええじゃないか、高飛車を筆頭に数多くの絶叫マシンがあることで有名です。それぞれの実際の乗車映像は説明欄よりご覧ください。4大コースターを簡単に説明すると、高飛車は垂直巻き上げによる地上43メートルからの落下がある大型コースターで、その最大の特徴は落下角度が121度だということ。落下角度が世界一のローラーコースターとしてギネスブックに登録されています。ええじゃないかは座席が回転する機構を持った大型コースターで、1乗車あたりの総回転数が14回と、こちらもギネス記録。ドドンパは、スタートからわずか 1.8 秒で時速 172km まで加速する大型コースターで、地上 52m まで上昇して落下する垂直タワーを備えています。キングオブコースターの異名を持つ富士山は、かつて高さなどの4項目でギネス記録に認定された園内人気ナンバーワンの大型コースターです。各遊園地では縮小傾向にある絶叫マシンですが、富士急ハイランドに絶叫マシンが多いのは、富士急行社長の堀内浩一郎氏が絶叫マシンのファンであるからと言われているそうです。この高飛車の映像を見た外国の方たちからは、ジェットコースター好きの俺でも引くレベル、誰か私を今すぐ日本に連れて行ってなど、さまざまな反応が寄せられています。私は絶叫マシンが苦手なので、この恐怖のマシンには乗りたくないですが、バーチャルリアリティなどで疑似体験できるようになれば一度くらい体験してみたい気も。それでは外国の方たちの反応をご覧ください。
Thank you.